こんにちは、はたまめチャンネルです。幸田町、大草にある紫陽楽寺の木工市に行ってきました。毎月第1日曜日に木工や手芸のフリーマーケットが境内で開かれます。お正月で普段よりお店の数は少ないですが、手作りの品がたくさん並んでいました。一番下の娘用の可愛い服を買ってきました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。